はい、前川です。先生にまず質問なんですけども、先生はこの動画を見ようと思っていただいた理由としては、売上を伸ばしたい、利益を残したい、そういった気持ちでこの動画を見ておられると思います。じゃあその思いを実現させようと思ったら、一体何からどのようにしていけばいいのか、そこの部分のね、話って興味ないですか？今日はこの動画で、まず売上を伸ばしたい先生が何から手をつけていかないといけないのか、そういった部分のテーマでお話を進めていきます。まずですね、知っておきたいのが、100万円を狙う先生ってすごい多いと思うんですね。一人治療院だったらまず100万円っていうラインを狙うと思うんですけども、じゃあこの100万円っていう数字を超えている先生と超えていない先生、この割合ってどっちが多いと思いますか？ちょっと考えてみましょう。チッ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 チーンって感じですね。答えもう先生分かってると思うんですよ。100万円を超えない先生の方が大半なんですね。じゃあこの超えてる先生と超えてない先生の違いは何なのかっていうと、環境なんですね。環境、環境ってどういうことやねんだと思うんですけども、ちょっと考えてほしいんですね。もう先生が陸上部で短距離走の選手、まあ100メートル走の選手だとしましょうか。常日頃練習するわけじゃないですか。この練習相手が100メートル15秒の人と100メートル10秒の人、一緒に練習するんだったら、どっちと練習している方がタイム速くなると思いますか？水泳でも構わないですよ。答えどうでしょうか？もう明らかだと思うんですよ。それは100メートル10秒の選手と毎日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 戦っている方が数字伸びるに決まってるんですね。これは治療院の経営でも同じなんですよ。経営でも同じ。自分の周りに100万超えている人がいなかったら、やっぱり行かないんですね。どれだけこのネット上で誰かの成果報告が見たりとかしても、いや、そうは言ってもあの先生だからできたんでしょってきっと思うはずなんですよ。もうその思ってる段階で、もう先生のイメージの中で100万円っていう数字はとても高いハードルで、自分なんかには到底届かないと思っちゃってるんですね。もうそう思ってしまってるから、どんな情報を取っても、まあそうは言っても自分には無理やろな、そうは言ってもできないんだろうなと思って取っちゃうんですよね。これってすごいもったいなくて、やっぱり自分の周りに100万超えの人がたくさんいたら、自分自身が少数派になるわけですよ。自分自身が少数派になったら、考え方ってだん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 変わってきて、いや、行かへんのがおかしいんやなと。100万円っていいって当たり前なんだなっていう、もう感覚になってきますね。言うたらもう一種の洗脳みたいなもんですよ。自分で自分を洗脳していく。そういった状況を作り出すのが、まず最初なんですね。それをせずに、どれだけノウハウを入れても、もう絶対に自分には無理、あの人だからできたんだっていう風に持っていっちゃうんです。人っていうのはやっぱりね、言い訳する生き物なんですよ。もうこれは仕方がない。僕もそうです。言い訳します。あの人だからできたんでしょと。あの人だからできるんですよ。言いますよ。言っちゃう。だからこそ、自分の前にそういった人ばっかり置いて、いや、こんだけの人ができてるんだったら自分もできるだろうって思えるような環境づくりっていうのをですね、まずしていかないといけないんですよ。これをせずに、どんだけノウハウを入れても意味がないです。意味がない。じゃあ、どうやってそういった環境を作っていくのかっていう方法を今日はお伝えしていきます。まず、一番手っ取り早いのは、そういった人たちがたくさん集まるコミュニティに参加するってことです。今だったらですね、ほんといろんなコミュニティがあります。僕が運営している一人一人メソッドっていう塾っていうコミュニティもありますよね。そういったところに参加するっていうのも一つの方法です。でもそれだけじゃなくて、今だと Facebook グループで治療家さんのページとかあるじゃないですか。そこで経営の悩みとか相談したりもね、できると思うんで、そういったページに属して、売上の高い人に相談してみる。まあ、返事が返ってくるかどうかわからないけども、そこでコンタクトを取ってみる。また、そういった Facebook とか、Instagram とか、そういったもので、うわ、売上が高いんだな、この人、有名だなっていう人にコンタクトを取ってみる。そこでちょっとやり取りできるんだったらやってみる。そういった感じで、どん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 自分の普段接する相手っていうのを、自分よりもレベルの高い先生と、コンタクト取るように意識して変えていく。これをですね、まずしていかないといけないんですよ。もうここが変わらないと何をやっても入ってこないんですね。もう人って、もう気づいた時に、もう知らず知らずのうちに自分の枠っていうのも作ってしまってるんで、この枠をぶち壊すのが、まず最優先にしなければいけないことになってきます。どうでしょうか先生？ぶち壊す覚悟はありますか？ここをね、ここの覚悟を決めることがむちゃくちゃ大事なんですよ。もう僕から言わせてもらったら、これをしないことの方が怖いんですよ。で、これをしないことの方がもうリスクなんですね。チャレンジすることはリスクじゃないですよ。何もしないことがリスクなんです。だって、ずっと同じ状況続いてませんか？ずっと同じ状況だったらいいけども、もしかしたら状況がだん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 悪くなってきてたりとかしません？もうこれってもう危険サインなんですよ。
1日でも早く自分のその作ってしまった枠をぶっ壊して、この枠を広げていくっていう活動をぜひしてみてください。今本当に簡単にそうやって繋がる時代になってるんですよ。この時代に適応してですね、ぜひ先生、トップ2割、ニッパチだったらトップ2割入っていけるようにですね、頑張っていってください。僕自身もですね、まだまだ上を目指してですね、頑張っていきたいと思いますので、今後とも動画の配信見てください。そんな感じで、今日のね、動画終わっていきたいなと思います。ぜひですね、あ、そうか、役に立ったな、そういうことやろな、と思った方はですね、グッドボタン、そしてまた動画のコメント欄にですね、コメントいただけたらと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。